話しなきゃいけないの。じゃあお母さんに言ってみて。いや、だから本当にいいのなんて歌うんだったらペースとしたらダメだよ。普通ね、ここで10円出す人も難しいですよ。26円で歌う。体験的な情報。
的に。責任を持つ。そういいですね。写真撮りましょう。ね、もう二度と見せてない。今から苦しむ姿。苦しむかよ。小川さん役所。これだけの人が皆、みんなあなたの希望を願って実現しましょう。これじゃいいですか。もちろん、このカットで撮りますよ。いいですか、シャッターチャンスですよ。せーの。え、辛い、辛い、辛い。まだ足りないからね。足りますか。おいしい、おいしい。お持ち帰りください。やってはいきます。お母さんの苦しみは3日と2番。彼の元から離れることはあります。さあ、こんな食べ方、こんな犠牲者が出たのは誰のせいです。バナナを買わない皆さんのせいです。さあ、それでは、泣いても笑っても今日最後の場なんです。ちょっと今1、2本減ったからこれだけ。さあ、さあ、霧のいいところに行きますよ。あまり時間もありません。さあ、今世紀食べられるのは今日が最後。行ってみましょう。せいやん、いったー。本当に皆さん、この方です。これだけのバナナを、ぜひ。この前は西尾木久保さん、長い名前ですね。じゃあ西尾木久保さん、じゃあこれをかぶってください。自分のお財布に大阪に寄せますよ。いいですか。いいですか。じゃあ西尾木久保さんとこの広場にお集まりの皆々様の将来に大きな幸せが訪れますように。お手を挙げて我慢してください。よっほー。ちょちょ、どうもありがとうございました。明日この2日間になってまいりました。最後の最後までどうぞごゆっくりとお楽しみいただきたいと思います。どうもありがとうございました。よかったら演技本番で行きますよ。よかったら縁起物のお裾分けでございます。縁起物のお裾分けでございます。よかったらよかったらあのお裾分けでございます。縁起物の多分縁起物のよかったらあの縁起物のお裾分けなんで、よかったらよかったらあの縁起物のお裾分けなんで、よかったらあ、微妙な大丈夫です。はい、めっちゃ高かったよ。
Thank you.